はそれっきゃねえんだよ。あんな大ボケで空気読めなくて、あたいの神経を休みで魚にして、アイアンマンなんつってるやつと一緒に誰が暮らせんかよ。いや心配ねえし、この私がつきっきりで超面倒見てやるし、この通信機で私がしっかり助けてやるって言う通りに動けばいいだけだから。ほれ、にやだやだやだ、絶対にやだ。わかったよ、やるよ。ヘラメちゃん、話してなーに。それか、過去のことは全て水に流して仲良くやろう。なんですぞなが、末永くよろしくお願いしますぞな。あやんま、
そこ。いた。あやま、ずれちゃった。いえへー、また失敗。また失敗。髪の音ナンバー6111。マイメロに熱湯とレース油をかけられた。ナンバー6111にマイメロに加齢して背中をこすられて。ナンバー611さん、マイメロは11番速を貼るのがど下手くそな女だ。ごめんなさい。ごめんなさい、クロメちゃん。仲良しの記念にマネロノートあげる。やめた、やめた、やめた、こら！結婚。マネロとクロメちゃんの友情はどんなことでも壊れないもん。
神様。もうちょっとでおじちゃまと結婚できるとこだったのに。マイメラ、どこ？マイメラ！キララちゃん呼んだ。マイメラ、無事でよかった。この作戦も失敗じゃねでございます。ナタリーめ、全然使えねえじゃん。こうなったら俺様のとっておき作戦しかないんじゃん。ゴールドカードは使用禁止、借金だけが残ったぞ。なんじゃひしべのんきにしていられるのも今のうちってわけ。今度こそマリーランドの希望の星キララを我が手に落としてみせる。イケメン資格第3弾、究極の最終兵器。こいつに比べたら前の2人なんぞカッパも同然なんじゃね。いや、1人はマジカッパだったけど、